こんにちは、こんばんは、おはようございます。彦次郎です。また地震がありましたね。まあ今日4月18日は震度4がですね、2件立て続きにありましたね。先ほどですね、広島県の震度4をお伝えしたんですけども、宮城県でも震度4が発生しました。こちらね、ちょっと詳細言いますとね、2021年4月18日9時29分頃ですね、朝、最大震度4、マグニチュードが 5.8、 震源の深さは50キロですね。ちょっとこれ浅いですから、ひょっとしたら作戦の可能性もありますね。北緯が 38.3 度、東経が 141.9 度ですね。この地震による津波の心配はありませんということです。震度4がですね、岩手県の一関市、宮城県の石巻市、名取市ですね、こちらが震度4です。今回ね、岩手宮城地震なんですけども、広範囲に広がっておりますね。はい、震度3がですね、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、そしてさらにですね、震度2がですね、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、そして震度1がですね、すごいですね、これ広範囲にわたってますね。震度1がですね、青森県、岩手県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県、すごいですね。まあこれ東北からですね、関東にかけてですね、これ結構広範囲に東日本が広がってますね、今回の地震は。はい、まあ広島県でもね、震度4の地震があったんですけどもね、これからですね、ひょっとしたらこれ大きな地震が来るんではないかとね、専門家の間でも言われておりますのでね、はい、皆さんお気をつけください。まあ作戦がね、ひょっとしたらまだ行われている可能性もありますんでね。アメリカ宇宙軍のね、 TR-3B が日本でも目撃されてますのでね、まあ、ひょっとしたら何か作戦が行われている可能性もありますね。はい、それではですね、最新情報、ためになる情報をね、発信していきますので、よかったらチャンネル登録、グッドボタンなどもお願いします。それでは